皆さんこんにちは、メディカルグローの広報桜井美希です。今回の動画はリップアートメイク2回目のダウンタイム経過報告動画になります。私は2回リップアートメイクを受けました。なぜ2回も施術を受けているのかというと、アートメイクのインクを初めて入れる場合は唇とインクが馴染みづらく、綺麗に色が定着しないことがあるんです。そのためメディカルブローでは2回セットの施術が基本となっており、1回目でベースを作って、2回目の施術でインクの定着具合や欠けた箇所を確認しながら微調整をして綺麗なリップに仕上げます。その2回目の手術を終えた後のダウンタイムがこれから報告する内容です。ちなみに1回目の手術のダウンタイムを記録した動画は概要欄に貼ってありますので、ぜひそちらもご覧ください。個人差があると思うので一概には言えませんが、リップアートメイクがどのように定着していくのか知りたいという方に少しでも参考になればと思います。それではリップアートメイク手術後2回目の経過をご覧ください。リップアートメイクダウンタイム1日目です。今回は2回目の手術だったのですが、前回より腫れが少なく、痛みももうそこまでありません。1日目にして、かなり落ち着いた状態だと思います。まだ色はかなり濃いめに出ていて、リップティントを塗ったような濃い色になっています。まだティッシュなどで抑えても色はついてくることはなくて、皮などもまだ剥がれていないです。痛みがあまりないので普通にコップで飲み物も飲めますし、熱いものもあまり気にならないのですが、ナースさんから熱いものを食べたりするとやはり皮がむきやすくなったり、色が濃いものは定着が良くなくなってしまう、色がつきやすくなってしまうということなので、このまま綺麗な色で定着させたいので、それだけ気をつけて食事をしています。リップアートメイクダウンタイム2日目です。こんな感じです。すごく強い乾燥を感じます。ワセリンを塗るようにしています。あまり皮などはむけてくることはなく、派手なダウンタイムにはなっていません。痛みも腫れもほとんどなくて、そろそろ落ち着くかなという感じがします。色はまだかなり濃く出ています。まだら模様にはなっていないので、ワセリンを塗るだけで口紅を塗ったような真っ赤な色になっています。リップアートメイクダウンタイム3日目です。今日は唇の皮がちょっとポロポロと取れてきました。少しまだら模様になっているのがわかるでしょうか。皮は剥けていますが全然痛くなくって、ダウンタイムも順調に進んでいると思います。特に何かを食べても飲んでも痛いということはありません。色もかなり落ち着いてきて、特に皮の剥け始めている下唇の方は薄ピンクになってきました。まだまだら模様はありますが色の定着も良さそうです。リップアートメイクダウンタイム4日目です。だんだん小さな皮がポロポロと取れてきました。まだら模様に少しなっています。ワセリンを塗るとまだらな感じがぼやけて、他人からはわからないぐらいだとは思います。色もだいぶ落ち着いてきました。痛みも腫れもほとんどなくて、日常にも支障が何もなくなっています。色は比較的明るく定着してきている感じで、口紅やグロスなどもなく、ワセリンだけでもすごい可愛い色になっていて嬉しいです。リップアートメイクダウンタイム1週間目です。ダウンタイム3日4日ぐらいから皮がむけたものがほとんど取れて、まだら模様がなくなって綺麗になりました。まだ色は濃いめで、すっぴんだとちょっと色が濃いかなという感じがします。1ヶ月ぐらいしたらどれぐらいまで色が定着するのか楽しみです。今は少し色が濃いですが、全くリップクリームや口紅などを塗らなくても、ワセリンだけですごく綺麗に発色しているので、私はこれでもすごく満足です。これぐらい色が濃くても楽ちんでいいかなと思います。友人にも2回目のリップアートメイクが終わったよと言うと、すごく綺麗な色だね、リップが必要ないねと言ってもらえます。
2回目の手術はほとんど腫れや痛み、ダウンタイムも少なくて、とても落ち着くのが早かったと思います。ダウンタイムが無理という方でもこれぐらいだったら全然大丈夫かなと思いました。いかがでしたでしょうか。2回目のダウンタイムはご覧いただいたように大きなトラブルもなくすんなり終わりました。現在2回目の手術から約1ヶ月が経過しています。これで私のリップアートメイクは無事に定着したので、これまでの経過を振り返ってみたいと思います。まずは手術前の写真です。リップアートメイクをする前の悩みは本当に唇の血色が悪くって、寒い時などにもっと真っ青になってしまうので、もうますます具合悪そうな顔になってしまうのがすごく悩みでした。リップアートメイクはかなり痛みがあるというふうに聞いていたのでやるかどうか悩んでいたのですが、マスクの時期でマスクにリップがついてしまって、また血色の悪い唇が出てきてしまったりとか、これから夏の時期でプールや海に行く機会もあるだろうなと思い、メイクが落ちても綺麗な唇のままでいたいと思い、リップアートメイクをすることを決心しました。デザインに関してはぽってりした唇に見えるからということで、口角の部分を削ってもらって、ナチュラルですがちょっと口角が上がったような感じに見える唇にしてもらいました。続いて1回目の手術直後の写真です。やはり1度目はちょっと痛みがあり、まあ、我慢できないほどではなかったのですが、手術後やっぱり唇が真っ赤で少し出血があったりですとか、このままになっちゃうのではないかという不安はありました。手術中の痛みに比べて術後は特に痛みもなく、熱いもの辛いものも染みるよと言われていたのですが、私は特に気にならない程度でした。そして1回目の手術から1ヶ月後の写真になります。手術前に比べるとかなり唇の血色の色が改善されて、すっぴんでは十分満足な色に仕上がっていました。メイクをするとやはりちょっと色を足したいなというぐらいではあったので、2回目の手術で色を入れることをとても楽しみにしていました。そして2回目の手術直後の写真がこちらです。2回目もデザインの変更は特になく、少し色を入れたかったので赤を強めに入れてもらいました。2回目の手術は1回目に比べると痛みも特に感じず、腫れも前回よりは少なかったと思います。手術直後はちょっと赤みが出ていたので、どれぐらいの色に定着するのかなとは思っていました。そして2回目の手術1週間後の写真がこちらです。1回目の定着に比べて色がはっきりと出た気がしました。細かなちょっと残っていたくすみも消えて綺麗な発色になったのですごく嬉しかったです。そしてまさに今が2回目の手術1ヶ月後の写真です。今は唇にワセリンだけをつけている状態ですが、いかがでしょうか。私の感想としては手術前の血色の悪かった唇から別人のような唇の色に変わってとても満足していますし、メイクが必要ないぐらいになったのが本当に嬉しいです。アートメイクが完成して一番驚いたのは、唇の輪郭をきれいに整えるだけでやはり顔の造形まで変わって見えたことが一番驚きでした。手術前は自分できれいに輪郭を縁取ってまで口紅を塗ることなどがなかったので、ぽってりした唇のままでしたが、きれいに輪郭が縁取られているので口角が上がって見えるようになりましたし、自然と明るい表情になっているような気がします。海やプールに友達と行った際も、帰り際みんなはすっぴんになってしまうところが、私は眉やリップが変わらずにいたのでみんなからとても羨ましがられました。もともと唇の血色が悪い方やスポーツで口紅が落ちちゃう方、子どものお世話なんかでメイクに時間がかけられない方などには本当におすすめだと思います。私はくすみを解消したかったのでオレンジ系とピンク系を混ぜて入れてもらいましたが、自分はどんな色が似合うかわからないという方はこちらの動画を見ていただけると参考になるかと思います。いかがだったでしょうか。リップアートメイクに関して気になることがある方はぜひコメントで質問をお待ちしています。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。